ホラー映画見たくないとかさ、うちの彼女とかさ、ちょっとでも怖いところがあるともう見れないんだよね。まあ、確かに、ね、あの世界を10個に分けたら柴田理恵さんと秀明さんは同じカテゴリーだよね。お前もう違う人教えて逆に最近面白かったやつでいくとね、ネットフリックスで見たんだけど、 SAS 反逆のブラックスワンっていう映画なんだけど、ヒゲさんはでもさ、なんか怖い思いとかはさ、なんか基本してもさ、うん、別になんかそんなになんかダメージ食らわなそうだよね。どういうこと？なんかほら、人によっては怖い思いをするとなんかさ、あのもう怖いとこ行きたくないとか、ホラー映画見たくないとかさ、そのなんかグロ映画見たくないとかなるじゃん。ヒゲさんは割とそのなんか怖い映画とかグロい映画とか好んで見るじゃん。あー、そうね。ああいうのなんかほら、ああいうの嫌だっていう人いるじゃん。まあまあ、わかるよ。うん、あのなんか、うちの彼女とかさ、そのちょっとでも怖いところがあるともう見れないんだよね。だからなんか、それなりに評価が高いやつでも多少怖いみたいな前振りがあるともう一緒に見るの不可能なんだよね。それもなんか大変だな、そういう人って、うん、なんか妄想しちゃうってこと？なんか夜寝るとき思い出して怖いんじゃないのお前寄り添ってやれよ。いや別になんか、なんか、なんで怖いのかよくわからないからさ、眠きゃ寝ろよとか思うんだけどさ。まあね。国によって恐怖の対象は変わると思いますが、同じ地域でも時代によって怖い話の内容、うちが変わりますか？はい。また怖い話のブームは波がありますが、この流行を決めてるのはメディアですか、時代ですか、その他の要因でしょうか？なんかあの、シャイニングのあの、有名な俳優の人、ジャック・ニコルソン。はい、あのシャイニングってホラー映画があって、でその中であの双子がホテルの廊下で、双子の女の子があの、まあ、ちゃんとした服を着た双子の女の子がホテルの廊下を歩いてるっていうシーンがあるんだけど、あれがアメリカ人にとってはめちゃくちゃ怖かったんだけど、でそれがなんで怖いかっていうと、その当時その双子の心霊写真っていうのがアメリカで流行ったんだよね。なんか似たような構図の、なのでそれを思い出して怖くなるっていうところだったんだよ。でも、それの文化を知る、元の心霊写真でこういうのが流行ったよねっていうのを知らないと、まあ、あの、廊下に女の子が二人いるよねっていうだけで、そこまで怖さ感じないみたいなのがあるので、その恐怖ってある程度、その基礎情報がないと怖さって伝わんなかったりするんだよね。で、あと、あの、小学生の女の子がさ、真っ白になって出てくるやつ、呪怨か。うん。あれもその、小学生の、あの、真っ白に塗った男の子が、出てきますって言われて、で、それが分かってみたら、あれコメディなんだよね。で、ああいうのも、その、知らない状態で、突然真っ白な男の子が出てきたら、おーってなるんだけど、はい、真っ白な男の子、全裸で出ますってよね、おー、全裸出てきた、あの男の子、あの、俺のいとこなんだけどさ、みたいな話をされると、全然怖くないと思うんだよ。っていう感じで、その、やっぱセッティングっていうのが大事なので、なので、その、恐怖の対象っていうのは国とか文化によって変わるんじゃないかなと、としおくんでした。はい。あ、なるほど。ちなみにさ、ヒロさんさ、あの、うん、日本のホラーで来るっていう作品があるのね。うん。2018年の作品なんだけど、うん。あのね、めちゃくちゃ笑うから見てほしい。どう面白いの？なんか、おじいちゃんとか、ばあちゃんとかのなんか凄腕霊媒師みたいのがだんだん集まってきて、で、うん、今回の超強い一流みたいのと戦うみたいなのがコンセプトなんだけど、だってなんか来る映画で検索したらもう5個目につまらないっていうのがサジェストで出てきたよ。大丈夫？うわ、最悪。いや、分かってないわ。ほんとね、あの世界で一番かっこいい柴田理恵が見える映画だからね。おう、そのなんか世界で一番かっこいい柴田理恵が見たい人っていうのが世の中に何人ぐらいいるのか分かんないけど、わあ、君だって柴田理恵さんがかっこいいっていう認識ないでしょ。あ、まさにそのメガネ勢の中ではそういう評価なの？わあ、まあ、確かに、ね、あの世界を10個に分けたら柴田理恵さんとヒゲダイさんは同じカテゴリーだよね。もう俺ごめん、もう違う人教えて逆に。いや、なんかあのメガネかけてるとぽっちゃりなおばちゃんだかおじさんだか分かんない人って大体同じカテゴリーなんだよね。なんかそこのさ、カテゴリーゴミ箱って名前ついてない？大丈夫？大丈夫ね。そこまでは言ってないです。大丈夫です。いや、もうあのね、J ホラー界のアベンジャーズって僕は呼んでるんだけどね、ほんと途中とかがね、これつまらないっていう人はちょっとね、もう一回見てほしいわ。後半のあの怒涛のアベンジャーズ感。ヒヨヤネさんが面白いって映画は外すからな。おい、待って、あ、ちなみに俺最近見た映画、じゃあちょっとおすすめ映画1個言っていい？はい、どうぞ。あの、僕9月の5日に見たんですけど、きっとうまくいくっていう、はい、インドの映画見ました。はあ、そんなすげえ有名な作品出してきてさ、は面白いですみたいな、なんか、うん、それは面白いの有名だよねみたいな。
じゃあ僕が今なんで9月5日っていう言葉言ったのか分かる？分かりません。あれ9月5日に起こってる物語ですよ。作中でも9月5日がキーワードになったじゃん。壁に書いてあったセプテンバーないんですよ。そうなの？お前見てねえな。全然覚えてない。面白かったんでしょ？そうだっけ？あれ？お前あこいつもしかしてあこいつもしかして知ったか？知ったか？いやいやあのオチ言うぞとしたら知ったかじゃない証拠として。やめろやめろお前すごくいい話だからあれは。まあまああれは面白いよね。うん、いい作品でしょ？うん、うん、まあ、あの理系の大学生のね、はい、うん。最近面白かったやつでいくとね、ネットフリックスで見たんだけど、はい、あの SAS 反逆のブラックスワンっていう映画なんだけど、ほうほうほう、あのなんかあのサイコパスが悪者ってよくあるじゃん。まああのジョーカーとかね、バットマンっていう、うん、主人公がサイコパスっていうね、ちょっと変わった、うん、あのまあ犯罪者というか事件者、そのあのまあテロリスト的な犯罪をする悪者がいますと。で、はいはいはい、その人たちはサイコパスなんだけど、それを追い詰める SAS の、その、あの、まあ、あの、コマンダー的な人が主人公なんだけど、そいつもサイコパスなのよ。なので、その主人公も、あの、敵を痛めつけることとかに、あの、何にもそのなんか、あの、良心の呵責とかがないっていう、だからサイコパス同士で、あの、淡々とその事件がこう進んでいくっていうので、あ、面白いと思って。な、どっちもでも、あれなんでしょう。要は、ひどい奴らなんでしょう。そうそうそう。だからなんかね見てて気持ちいい。ああ、確かになんかアウトレイジってそのワクワク感あるじゃん。なんか全員悪者みたいな。うん。でそのなんかあの効率を良くするんだったら別にもうこいつら見殺しにした方がいいんじゃねみたいなのを僕も思うタイプなのね。うん、うん、その選択肢を選んでくれるから見ててあの楽なんだよね。なんかいやいやそれやってもしょうがなくねみたいな、どうせこいつら後で死ぬんだよみたいな分かっててもなんか助けなきゃいけないんだとかでドーンってなってなんかさあー死んじゃったみたいなの見るとこれだから頭の悪いやつだとか思っちゃうの僕いちいち。そこなんかねその頭の悪いやつが足引っ張ってるみたいな感覚を持たなくていいからちょっとすっきり。ほら君は本当に頭が悪いっていう言い方やめな本当も。はあ、はあ、じゃないよ。おつむが回らないとか言えばいい。やめろやめろ。あ、あれ、はい、あの、ネットフリックスだったら俺昨日テネット見たわ。あ、ネットフリックスでテネット見れんの？出ました。あ、マジっすか？あ、見る見る。あ、ありがとうございました。あれ、まあまあ、2時間半ですからね。時間かかりますけど。あら、いいこと聞いた。ディーンさんもたまには役に立つこと言うね。うん、なんだなんだ。あ、あと、うん、あの、逆に俺ありがとうって言いたいのが、オートタクシー。うん。あ、はいはいはい。あれ面白い。オートタクシー面白かった。うん。なんでそのテンション低いの？オートタクシーの説明をどうぞ。アニメ。瀬戸内海の作者の方が原作やっている、オリジナルアニメでしょ、あれ。うん。で、あの、すごいね、ほんわかした絵柄なんだけど、なんつうんだろう。これ、あれ、なんだろう。オートタクシーって今結構有名なんで。え？オートタクシーって結構有名なの、今。割と有名じゃない？あ、そうなんだ。へぇ。すごいね、優秀だね。だってさ、主人公がさ、まず瀬戸内のタクシードライバーですよ。そうね。だからその、なんか、まあ動物たちがいっぱい出てくるんだったら、その子供が見るだろうという設定じゃないですか。じゃあ子供がさ、瀬戸内のタクシードライバーに興味持つかっていうと、まず持たないじゃん。で、もう動物が出てきてる時点で大人も見ないじゃん。だからその、ね、誰も見ない設定でとっつきづらくしてるから、うん、だから、まあ、逆にその話が面白いからこれ面白いよっていうのをギャップで多分口コミで広がるとは思うんだけど、だからその口コミがうまくいくのかなっていうのはちょっと分かんなくて、あの最初のそのなんだろうね、その引きの弱さすごいよね。うん、だって全然面白そうな感ないんだもん。なんかその、なんか つまんない芸人がなんかラジオでわーわー喋ってるのとかさ。ジャイアンさんの話すんなよ、本当に。で、なんかあれ、声優さんっていうか素人の人使ってやってるよね。いやいや、声優、声の人。うん。あの、ミキさんとか、ダイアンさんとか、うん、芸人さんとか。なんかその、うん。だなんかちょっとその、なんか落ち着かない感じの喋り方で、なんかタクシーに乗った人がこんなことがあってな、みたいな、日常をずっとやるのかなと思って。うんうん、ああこれはだるいわと思って興味なかったんだけど見始めたら結構面白いっていうあの展開がすごいなと思って。いやねちょっとほんとねコメントで制作陣もテレ東でしかできないって言ってたっていうそうね、つまんなくても許されるからねテレ東。そうね、最初のまあ入り口がほんと狭いからねあれ。
だから別に視聴率ゼロでもテレ東困んないからね。困るわ。はいはい、打ち切るわそんな。はい、皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価こちらの方もよろしくお願いいたします。